はい、皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT ホノカファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者の方に向けてなのかな、いや慣れている方も含めて、もうね分かっているよっていうのも、まあ、当然ねあろうかと思います。でも初心者に、とって全くこれって分かっていなかったりする内容でもあったりすると思います。ね、もうサーキット走行慣れていてレースの経験もあって、昔からね走り続けてる方々にとってはなんだしおみそんな当たり前のこと言ってんのかって思われる方もいらっしゃると思います。ただですね、YouTube を今回ねいろんな YouTube サーキット走行をされている YouTube 動画を拝見いたしました。あのねものすっごい多いんですよ。実はものすっごく多くてこれね危険なので一度ね初心に帰っていただくためにも動画配信をすべきだろうなと思って今回あえてこの当たり前の話なんですけど当たり前にできていない方がいらっしゃるのかもしれないということで動画配信をしていこうと思っております。本日の内容はエンジンを守る綺麗なライディングをするためのシフトアップそしてシフトダウンについてお話ししていこうと思います。よく慣れている方も分かっている方も聞き流してくださって結構です。聞き流してくださって結構なのでもう一度初心に帰ってお話を聞いていただければと思います。今日も始まります。ちょっとねサーキット走行をしていて、まあ、当社のユーザーの中でも長年オートバイにずっと乗ってきていて、サーキット走行ね何を思ったか不意に始めてでサーキットを走った時に今まで公道で乗っていた速度域とは全くそこ速度域にためらい、そして戸惑いどうやって乗ったらいいのか、それからですね、シフトアップに関しても、シフトダウンに関しても、今まで公道でやっていたリズムより、圧倒的に速いリズムで刻まなきゃいけない、こんな時に、慌てるのが先、緊張しているのが先っていうところに立って、うまくね、シフトアップ、シフトダウンができてない方があまりにも多い。ということでもう一度ねちょっと初心に帰ってお話をしていこうと思います。まずですねオートバイのエンジンっていうのは、ピストンの上ですねピストントップで爆発された力ですね燃焼室って言われるものです。シリンダーヘッドの中にある燃焼室の部位で圧縮された空気とガソリンの混合気ね、その混合気にスパークプラグで火を飛ばすことによって火花を飛ばすことによって爆発をさせます。爆発させた力がピストンを押し下げることによってコンロッドを経由した力がクランクシャフトを回転させる。それが各シャフトミッションを通って、ドライブスプロケットからドリブンスプロケットへそしてリアタイヤに、動力伝達をされる。そしてタイヤが回る前に進む速度が出るという流れの、まあ、当たり前の、原動機っていうシステムに基づいて動かされております。で各エンジンを設計するときに当然なんですけどその爆発力大きなドーンっていう爆発力を支えるために必要な強度を持ったピストンコンロッドクランクシャフトプライマリーシャフト、セカンダリーシャフト、各ミッションっていうものが、設計されます。それは正回転なんですよね。ピストントップから伝わるその動力、要は爆発力に対して受け取る力なんですよ。ドーンっていう受け取る力を、保たせるために設計をされております。なので、まあ、例えばですね細かい話をするとピストンピンの位置は、多くのピストンの場合は
片方に、ね、少しオフセットをされております。それは上からの力をスムーズに受け取るための、工夫だったりするんですね。すべてのパーツは上からピストントップから入力された力を受け取るために設計をされております。今回お話をするシュートダウンによるバックトルクと言われるものは、慣性力で回っている路面との摩擦力で慣性力で回っているリアタイヤ、リアホイールがアクセルオフした際に慣性で回され続けるんですよね。アクセルを戻していてもいきなりスピードがゼロになるわけじゃないんですよね。アクセルを開けていて戻した瞬間からエンジンブレーキっていうものが発生しているのは皆さんこれよくご存知だと思います。そのエンジンブレーキというのはエンジン自体はスロットルオフで燃料供給が弱くなり力を失って止まろうとするんですよ。止まろうとする、動きに対して全く真逆からですね、リアタイヤが慣性力で駆動され続ける力を受け取って無理やりピストンは動かされています。止まろうとするピストンに対してリアタイヤから入力された力でピストンは強制的に動かされます。この待ってっていう力がエンジンブレーキと言われるものになります。これがねバックトルクという現象なんですね。このバックトルクによってピストンは強制的に回されます。当然ですね、このバックトルクを切ろうと思えばクラッチピッて握れば当然バックトルクは消えますね。はい、これ分かると思います。クラッチを切るとバックトルクはなくなります。ピストンが、止まろうとするんですね。これね、実際走るときにねクラッチ切るっていう動作はないので、通常アクセルオフをしたときにバックトルクによってピストンは強制的に上下運動を余儀なくされます。なのでうーんっていうエンジンブレーキがかかるという仕組みです。なのでエンジン、原動機の仕組みそのものは正トルクですね、正回転に対する強度を高めた設計になっているゆえバックトルクカーの強度に対しては若干、正回転に比べると落ちてしまうという流れになります。はい、ここを踏まえてちょっとお話を聞いていただこうと思います。はい、こちらですね、ぶっさいくな絵ですぶっさいくな絵なんですけどタコメーターを書かせていただきました。1000回転、2000回転、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000回転、そして1万回転から1万2000回転までレッドゾーンと言われるものを刻ましていただきました。で実際ですね、エンジンというのは横軸が回転、縦軸がパワーとトルクという書き方をさせていただきます。で、パワーに関しては赤色で、トルクに関しては青、はい、トルクに関しては青色で表示をさせていただこうと思います。通常ですねエンジンっていうのは、こんな感じでパワーカーブというのが出ます。回転の上昇とともにパワーはどん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 上がっていって、あるポイントを過ぎるとレブポイントって言ってパワーが落ちていくんですね。まあこれ原動機って言われる、まあこのガソリンエンジンに関しては必ずこのような山なりなカーブができると思います。でトルクカーブっていうのはですね、この一般的に言うとパワーカーブより先に頂点を迎える流れになります。実際パワーが上がっていくよりもトルクの方が先に、ピークトルクを迎えるっていう形になるんですね。例えばですね、このピークトルクを迎える回転数が
5000回転だったとします。そしてピークパワーを迎えるのが9000回転だったと仮定します。これはね、皆様のオートバイによって当然違うと思うので、一応ね、これはまあ実は私のバイクですね、私のバイクの例をとって書かせていただきました。はい、こんな感じでね、トルクカーブとパワーカーブっていうのは異なる山を持っています。異なる山を持っています。で、どこのポイントでシフトアップをして、どこのポイントを使ってシフトダウンをすればいいのかっていうのをちょっとね、もう一度ね、おさらいしていこうと思います。エンジンを回していた時にわーっていう感じで、パワーがねマックス出るあたりからエンジンの回転はすごく鈍くなっていくんですね。鈍くなっていきます。わーみたいな感じになるんですよ。なので、ここのポイントがね、一番パワーが出るところ、そしてただ回っていくけどここはパワーが出ていないところっていうところになってきます。はい、でトルクっていうのは手前で出てくるんですね。トルクカーブのピークがこの辺ですね。トルクカーブのピークがこの辺りで一番トルクが出るポイントになります。というとシフトアップをするときにわーってきて、1速から2速、2速から3速、3速から4速、4速から5速、5速から6速という形でシフトアップをしたときに、当然ギアレシオが変わりますので、ほとんどのオートバイは1000回転から1500回転ぐらい回転が落ち込むと思います。ドロップするはずなんですよ。わーん、あーん、うーん、うーんってこういう動きをします。ということは9000、まあ例えば9100回転でシフトアップをしたとするならばね、1500回転落ちると7600回転まで落ちてるはずなんですよね。7600回転まで落ち込むはずなんですよ。1500回転落ちるとするならば、っていうことは7600回転ってこの辺りなんですよ。トルクカーブのお尻の辺り、極端な話を言うとね、加速していこうとするときにこのトルクカーブに乗っていればオートバイは加速するんですよ。なので無理にサージングポイント、レッドゾーンまでエンジンを引っ張るんではなくて、ピークパワーが出たあたりを境にシフトアップをして、この5000回転以上のトルクバンドの中でギアを収めてあげればオートバイはスムーズに加速していくんですよ。今トルク、マックストルクが出るポイントがここにあります。ピークパワーが出るポイントがここにあります。ここのですね、ブルーのこのラインの中でシフトアップを行っていれば基本ね、オートバイって加速してくれます。なので無理やりね、オーバーレンまでワン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 っていうところまで引っ張らなくても、パワーが一番出て加速がそれ以上できない、パワーが落ちていくこのポイントを使ってシフトアップをしていっていただくっていうのが基本的な乗り方、考え方になります。じゃあシフトダウンはどうなのか。シフトダウンっていうのはコーナーに入って次のダッシュ、コーナリングを終わらせて脱出するために必要な回転数に、オートバイを安定させるためにシフトダウンを行います。例えばですね、岡山国際サーキットの 25R ヘアピンを例にとって考えると、ストレートで、まあ、私のバイクの場合は260キロ付近に出ています。260キロ5速でずっと走ってきて、100メーター看板でブレーキをスタートします。減速していってワンワンワンと3速落として、ここ2速で進入するんですね。2速で進入するのはなぜかというと、次
この25あるくるりと回って、ここからスムーズに加速体勢に入れるために2速で回っています。これどういうことかっていうと、2速にコーナーに入った時に当然スピード落ちますよね。スピード落ちてアクセルを開け始めるタイミングで、このねトルクカーブの中に収めたいんですよ。トルクカーブのトルクがまあ立ち上がってくるカーブのところに入れておきたいんですね。加速しやすい体勢を作るんですよ。なのでストレートを走っています。5速でブーンって伸びきったところからアクセルオフします。アクセルオフで回転がふーんって下がってきます。さっき言いましたシフトアップで1速上げると1500回転付近、まあ、2000回転の車両もありますよ。1500回転付近回転はドロップします、下がります。なので逆方向でシフトダウンの時は1500回転付近回転が上昇するんですよ。ということはシフトダウンをする時に仮に4000回転までシフトダウンをせずにブレーキをしながら減速していったとします。シフトダウンをワンとすると6500回転に上がるんですよね、バイクって。でまたそのままブレーキを続けて減速を続けていくとまた下がっていく、ワンワンっていう感じでシフトダウンをしていくという流れになります。これを、イメージで言うとワンワンワン、こんなイメージでコーナーに進入します。ワンポーパーシャルで回転を合わせてフロントからリアにトラクションを乗せ替えていきます。移行させていった上でパワーバンドに入れるんですよ。トルクバンドに回転を入れてあげます。コーナーの出口が見えたところでここからポワーって加速していく流れなんですね。はい、これが基本的な考え方です。シフトアップシフトダウンの、根本的な考え方。パワーバンドっていうよりもこのね加速できるトルクが一番出るところ付近でアクセルオンが、まあ、トルクカーブのねこの辺りですね、少し下あたりから加速できる体勢を作ることでより速くよりスムーズにオートバイは前に出ていくことができるようになります。なのでこのねパワーバンドを外さないというよりは加速できるトルクバンドをキープするっていう形ですね。トルクが出ているところから実際走行ではパワーが出ているパワーピーク、ピークパワーが出ている付近のこの枠を、このゾーンをキープして乗ってあげるというのが基本になってまいります。ここですね、トルクが一番出ていてパワーが一番出ていくこのポイントを常にキープしながら乗り続けれるようなライディングをしていただきたいと思います。で